今井の木のゴリゴチャレンジ。これ楽でいいな。これでいこう。8個目ですね。夏郵便。これはね、僕初めて食べます。めちゃくちゃ大きいんですよ。これしかも真っ赤で美味しそうでしょ。これちょっとごめんなさい、僕初めて食べるんで、この解説というか、は去年桃ファイルで40個ぐらいかな出してるので、それをちょっと見て確認してください。とりあえず夏郵便いただきます。やばっ、めちゃくちゃ甘い。早生なんだけど、なんかこう清水に似た食感っていうか、あの繊維がすごいあって、あ、解説はいいかですね、あるあるなんかいくか。あるあるっていうか、これ偶然なんですけど、僕岡山県の岡山県立の和気静谷高校っていう高校の出身なんですけど、これ本当に偶然で、店長ね、三岡店長もね、わけ静谷高校出身なんですよ。もう本当、もう一回り近く店長とは年が違うんで、もう全く本当の偶然で、ただ一緒に学校行ったとかそういうのも全然ないんですけど、たまたまですけど、うん、まあ、何がすごいって、今の子供たちは分かんないんですけど、僕らの時代の話なんですけど、和気静谷って僕も店長もだと思うんですけど 5% なんですよ。分かるかな。僕らの年代だとの岡山県民は分かると思います。 5% です。